どうもこんばんは、今回ね12月に行ってきた、ユニバのハリーポッターエリアについて動画を出させてもらいます。普段ね、3代目とかエグザイルの動画だけでご覧になられている方も多いと思うんですけども、私ね旅行も大好きなんで、旅行の方もね動画を このチャンネルで出させてもらっているんで、ぜひご覧になってくださいね。ちなみにここが動く絵の場面ですね。ハリーポッターの映画の中では有名なシーンですよね。ちなみに私は第一作のハリーポッターと賢者の石が大好きですね。ハリーが、魔法学校に入って、それで新しい友達とかできて、でいろんなねこう学校の中を冒険したり、でボルテモートと戦う場面も最後見られたり、もういろんな出来事が凝縮されているんで、私はやっぱり第一作の賢者の石が最も好きですね。それには治療を抜け出さないとね。頼むよハーマイオニー。必要な部屋に来て、そしたら空を飛んで競技場まで連れてってあげる。ちょっとした魔法を使うの。クリッチの名選手に習ったの。彼女呪文をたくさん使える。もうまた雪を出せる。何で困るの。ハーマイオニー心配ないわ。観客席にはみんな入れるわよ。私もしなさい。あれだね、この絵を外して競技場に持って行ってもらうんだけど。乗らない方がいい人もいる。首や背中が痛む人、乗り物酔いをしやすい人、妊娠中の人だ。賢い方は靴が脱げないか確認するものよ。どうが負担も引っかかる。さらに携帯電話、小銭などは皆しっかりしまっておいてくれ。ここで忠告しよう。空を飛び回ると気分が悪くなるものは乗らぬこと。こう宿したもの。